これでね、京都に行ってきます。ちゃんとね、コロコロがついてるので、簡単にね、新幹線乗車できますね。はい。こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡の運び方についてです。明日からですね、京都の親戚のうちに2泊3日で伺うことになってます。まあそこでね、ライブ配信できるかどうかわかりませんが、どうやってスマート望遠鏡を運ぶかということです。で、Cスターはね、今ここにあるんですけれども、いつも載せているドワーフ3はここにはありません。どこにあるかというと、ここにあるんですね。はい。このスーツケースの中に入ってます。で、上が開けられるようになっていて、ここからドワーフ3のカバンが出てきます。はい。で、これでここに載せればいいと。で、そして Cスターもこの中に入ってるんですが、ここから出せるんだろうか。ちょっとやってみようか。ちょっとここから出すのは厳しいので、こちらを開けないとダメですね。はい。はい。ここに Cスターが入っています。バンドで止めてあるのでね、落ちることはないんですが、はい。こういう風にシースターが出てきました。このスーツケースの中に2台のスマート望遠鏡がバッチリ入りましたね。はい。なかなかいいでしょ。で、スーツケース自体はね、2部屋に分かれてるんですが、この仕切りの布を開けてですね、ここに乗せるという形ですね。はい。まずシースターを下に乗せます。そして、ドワーフ3を乗せます。まあ、上下どちらでもいいんですが、この持ち手の方を奥にした方が収まりがいいかなと思うので、こういう風にしています。そして、クリップで固定します。はい。これで固定できましたね。そして、蓋をして、チャックを閉めると、OK ですね。ドワーフ3だけ取り出すときは、ここを開ければね、取れるのでいいかもしれませんね。はい。で、ここも、チャックを閉めときましょう。これでね、京都に行ってきます。ちゃんとね、コロコロがついてるので、簡単にね、新幹線、乗車できますね。はい。簡単に、持ち運びできます。はい。こんな感じで、いい感じです。はい。で、このスーツケースの動画はね、以前に上げてるので、もう詳しくは話しませんが、とりあえずこんな形で、行こうと思っています。シースターはね、まだ中に入ってないので、撤収してこの中に入れて持っていきたいと思います。まあ、これ以外の荷物は、ね、小さなリュックに背負って行こうと思ってます。まあ、三脚は向こうにあるかどうかちょっと確認してからこっちから持っていくかどうか考えたいと思っています。はい。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。エイト。